地下にはヘビーラボと呼ばれる大型の実験・研究設備、オフィスフロアにはライトラボと呼ばれる中小規模の試験設備を設置しています。新しい本社では今まで分散されていたチームが一緒になって試験できるというところが大きな強みになります。皆さんが普段車に乗っていてエアバッグが作動するような瞬間はほとんどないと思います。ですがいざという時に正しく動作して皆さんを守る、その瞬間のために私たちは日々開発を行っております。このラボではエアバッグシステムのテストを行っています。で、私たちが開発している製品が正しく設計できていて、それが正しく動いているかどうかを確認するために車両に見立てた装置を使ったりしてシミュレーションを行います。また海外の開発拠点と、協力しながら開発をしており、海外のセットアップを借りたり、また日本の、セットアップを、貸したりなど協力しながら効率的に試験を進めています。こちらではですね、我々の製品の電子基板上の部品を付け替えの作業をやっております。こちらはですね、顕微鏡で部品を観察しております。こっちはオシロスコープで内部信号の測定をしております。こちらはですね、自動で製品の試験をする機械となっております。昨今サイバーセキュリティに関する機能も増えています。皆さんも車両が外部からアクセスされて車が盗まれてしまうといったニュースを見たことがあるかもしれません。そういったサイバー攻撃から皆さんを守るためにさまざまな対策を組み込んで、それらが正しく機能することを確認する試験も行っています。こちらはソフトウェアをテストするシミュレーションルームって言います。ご覧のようにここらヒルっていう機械を使って、私たちは特に車で大事な3要素、走る、止まる、曲がるの中で止まるを担当しています。実際のドライバーが実験するには大変危険なので、ここでソフトウェアでシミュレーションを行っています。私が説明するのはこちらの振動試験機になります。車は精密な機械ですので、運転の途中さまざまな要因で故障してしまうことが考えられます。その故障の原因の一つがこちら振動になります。こちら自身が、振動試験機の本体になります。実際にこちらの装置で製品を上下に振動させることができます。こちら側の装置ではこの上下に振動する装置を横倒しにすることで横方向の揺れを再現することができます。縦方向、横方向、それから奥行き方向の計6方向に対して振動を試験することができます。また使用される国によっては気候により熱や寒さなどさまざまな条件下で試験をする必要があります。その際に使用するのがこちらの高温層になります。この高温層の中では、温度を、寒い環境、暑い環境、さまざまなものに合わせて振動を発生させることができます。このように我々の製品に不備がないか、製品の安全性が担保できているかを調べるため、我々はさまざまな条件下で日々試験をしております。ここでは熱衝撃試験を行っております。このような熱衝撃試験機を用いてプラス120度からマイナス40度までの温度を用いて、試験対象物に急激な温度変化を加える実験を行っております。こちらの、我々が、性能試験機と、呼んでいる設備では、自動車またはバイクのブレーキシステムに使われる製品が正常に作動しているかどうかを検査する設備になっています。こちらは自動車が曲がるために必要な電動パワーステアリングシステムの強化をしている場所です。この装置はシステムの基本的な機能を確認するための装置です。例えばハンドルを切った時に車を曲げるために必要な力がしっかり出るかどうかなどを確認します。こちらは電動パワーステアリングシステムをよりリアルな条件で評価するための装置です。例えば交差点を走っているとき、高速道路を走っているときなどの条件を再現して運転のしやすさを評価することができます。